皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野祐二の暗号室投資教室を始めていきたいと思います昨会新聞、購読視聴規約 <coughs>。ここでね、この動画を一旦止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条の文言を大きな画面にして一語一句を読みください。 すべての文言一語一句を承諾できるという方のみこの動画の続きを見ることができます一箇所でも承諾できないところがある人はこの動画を見ることはできませんそれでは今日もいってみましょう2019年4月日日金曜日暗号資産草コイン中野研究会いや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 今日はね今 銀行行って帰ってて帰きましたあの結構ね資金がねやっぱりものすごい金額あるから銀行入れてるだけでもね一日の金利がものすごくつくんですよそれでねあのちょっとでもね金利短期金利中期金利長期金利ってあるからちょっとでもね資産運用を間違えるとねやっぱり一日で何十万ってね変わってくんだよね金利あの資産がね下手すらあの1週間 <laughs> えー、預ける銀行とかね、証券会社とか、えー、商品とかね、買えるとね、何百万って違ってくるから、結構ね、あれですよ、元本保証の元本保証の投資賃貸、えー、投資先でね、まあ、普通預金もするんだけどあの、元本保証でもね、だいぶ違ってきますよ、毎月ね、何百万がね。だから、あのまず投資家っていうのはね、 あの、リスクを取って、リターンを得る前に、リスクゼロでリターンを得る。そういうね、投資先をしっかりとね、目を見張るべきだと思いますよ。だからね、銀行と、銀行と、ね、長い付き合いですよ、はい。でね、今日やばいね。今日はね、あの、すごい道込んでましたね。はい。車で、ね、5分のところの銀行、 行くのにね、何十分もかっちゃいましたね。車がすごい出てて出てて、人がいっぱい出てて出てて、駅とかね、街にね。まるでね、年末の師走でした。師走そのものでした。そうだよね。だってお正月休みよりも長いんだもん。連続10日間って。うん、それで月末、月賞を含むでしょ。月中だったらいいんだけど、月末と月初を含むから、 支払い関係先、あとは入金 <coughs>、支払い関係元。うん、例えばさ、5月7日にね、支払ってもらうんじゃなくて、もう月末だから今日支払ってもらえと、いう、まあ、社長なんかもいるわけだよね。で、ただ、大体の支払いっていうのは、連休明けだから5月7日だから、 じゃあどうするかかと銀行らだって支払い支払い元はさあの5月7日に払うって言ってて支払い先はねあの今日くれと4月29日くれと言ってんだからそしたら金融機関行ってね、えー、請求書請求書を見せてさあの5月7日に支払われるからこの金額がね だから先に貸してくれってまあ、いわゆる手形の割引だよね。まあ、気にかかっちゃうけど、<laughs> お金借りる会社もいっぱいあるんじゃないですか。銀行もおにぎわいでし,たしでしたし、松戸市役所もすごいおにぎわいでしたね。だからね、こういうことやっちゃいけないよね。あの、<laughs> 月中にやなくちゃダメだよね。月中に。月末月初はやっちゃダメですよ。うん。だってすごい忙しいんだもん。支払いで。まあ、あとはなんか納期なんかもあるでしょ。 システム開発の納期とか、建築物の納期とかね。まあ、電化製品の納期とかサービスの納期あるでしょう。だいたい月末じゃないですか。だからもうすっごい混んでて、大変でしたね。本当にシワスコンビニなんかもすごい混んでたし、ATM の前にも大行列だし。まあ,あ、と個人の人もね、あの、充電器前に銀行から現金を下ろしとこうということでね。 大にぎわいでしたね。昨日、給料日でしたしね。で、クレジットカードの支払いなんか27とか30とか、えー、2日、4日、7日、10日ぐらいになりますよね。そこら辺でやっぱり入金しておかないと、5月7日に一気に引き落とされますからね。はい。だから私も結構、<coughs> お金は不利。はい。えっ、ー、と、支払い関係っていうのは全部ね。 銀行入れておきましたよ、今日はね。あとは他にも支払い先が、ね、あったのでね、結構あの振り込みしてきました、銀行でね。で、まああの、銀行ね、最近公共料金なんかっていうのは引き落としもあるんだけど、銀行のね、自動エあの、公共料金専用の ATM があってね、支払い ATM があって、そこにね、請求書を、ね、ビューンって、ね、入れるとねあの、自動で支払うことができます。あの、郵便局にはあるよね、今もね。 普通にィームがそうなってますよね。銀行もそういうのができました。はい、それではね、今日も行ってみたいと思います。えー、本日のお題ですが、えー、この、ね、青いところ、さよなら平成、そしてこんにちは令和と。で、ビットコイン大クラッシュということで、えー、ビットコイン下げちゃったね。やっぱダメでしたね。 えーとまあ下げたと言っても60万円寄付してたんですけど、昨日時点ではね、まあ、今朝のですね朝の6時、まあ、財布だと6時ですね6時、7時台1時間しらちょっと待って38にしてみようかここだから朝の6時だなやっぱりうーんここら辺で落ちてきてますよね6時ですね6時ぴったりで報道発表されたんですよ アメリカのテザーが逮捕されるって。あの、はい。またテザーかと。えー、一時ですね、56万9000まで落ちましたけど、今58万7000ですね。まあ徐々に上がってきてるんで、また復活できればいいかなと思いますが、上がってきてますが、ちょっとどうなるかわかんないですね。うーん、ちょっとここに来て、がっくりですね。 うん、サリア、イーサリアム、サリアムも落ちてるし、これビットバンクなんですが、窓開けちゃって、これ取引停止ですね、これ。何が起きたかわかんないです。サーバーダウンで。どうなんですかね。取引停止してましたね、ビット。ちょっとね、ビットバンク、いや弱いね、サーバーね、やっぱりね。売りがすごく殺到しちゃったんだろうね、これ。だから、どうなんですか、これ。ん どうなんですかこれサーバーダウンしてたんですよねこれここはどうしたんですかねこれねでこれが落ちたのがえ、うん、朝の9時20分ですねあ落ちてますねで何があったのかと言いますと、うん、まあうまくね上がってきたまあでもまあでも58万違うか 58万8千59万ぐらいか。まあ、まあ大丈夫でしょう。ここら辺、ここら辺じゃないからね。まだ43万とかじゃないから。まあ大丈夫でしょう。多分、ここも、ここも一気に押したからね。で、上がってきてるから、ここも押したけど上がっていくんでしょうね。これロングですね。買い時ですね。ビットコインね。買い時なんで、ロング。買いましょう。ということで、何が起きたかというと、これですね。 はいこれコインポストさんですね。仮想通貨の信頼できる、信頼できる、えー、ニュースサイトですね。これ、1時,1時13分出てますね。これ、速報ビットコイン急落につながったテザーの不正利用疑惑を全面してビットフィネックスが公式生命と、まあ。テザーっていうのは、テザーっていうのはあの仮想通貨の一つの名前。 名前なんですがテーザーっていうのはアメリカのドルと同じ値段になるようにいつもあの価格,あの価格介,入し介入してるんですよそのテーザーっていうコインを作ってるビットフィネックスっていうところがねビットフィネックスっていう取引所が、まあ、自分の取引所の通貨をテーザーっていうのを作ったんですよでテーザーっていうのはアメリカのドルとぴったり連動してるようになってて まあ連動するからにはさ、為替介入しないとダメだよね。為替介入をしたのがビットフィニックスだってことだよね <coughs>。で、ドルとね、連動してると何がいいかというと、ドル持っててもテザー持ってても一緒なんですよ。だから、あのお金持ちっていうのは、ドル持っててもテザー持ってても一緒だったら、半分テザーにしといたほうがいいよね。で、まあ、ドルどうなるか分かんないから、ただ、ドル落ちてもテザーも落ちるんだけどね、連動してるから。 ただ、まああの、テザーにしとくと、えー、いろんなさ取引分散できるじゃん銀行だけじゃないから、えー、テザーを取り扱っている、えー、仮想通貨取引所って、ね、世界中にいっぱいあるからねだから銀行分散できるわけですよねで本日ニューヨークの司法長官からテザーの裏付け資産の不正利用を指摘されたビットフィネックス側が公式声明を発表 当局の発表内容を全面的に否定する姿勢を見せたということで、まあこれさ、アメリカがさ、自,自国の通貨、自国っていうか通貨ドルのさ資産裏付けとして金を保有してるって言ってたんだけど、ほんね、でもなかったよって言って、あのー、共産権に叩かれたけど、それと一緒だよね。ビトフィネックス、ニューヨーク当局の指摘を全面否定と。えー、本日、ニューヨーク市法務省から、 裁判所命令を受けたビット・フィネックス社が司法長官事務所が行った発表内容に対してえ全面否定する公式声明を発表したとビット・フィネックスとテザー社があテザー社ね当局の指摘を全面否定したほか継続してテザー社は健全な財務体制を維持していると述べたとニューヨーク州の司法長官事務所から発令された裁判所命令に関する 詳細とテザーの経由はこちらをご覧くださいと,とこちらはどこあこれか、うん、4月26日11時57分なんですねうんうんちょっと読んでみますかこれねこっちうん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  テザー社の USDT。USDT っていうのはテザー、テザーの,あの仮想通貨の名前ね。担保金の不正利用が発覚したことで、ビットコインやアルトコインへ影響が波及している問題で、ステーブルコインの価格変動に大きな張りが生まれていることが分かったと。ステーブルコインっていうのは、えー、ドルとかさ、日本円とかの法定通貨、連動、法定通貨と連動するコインのこと、仮想通貨のことをステーブルコインって言うんですよ。 あおここにも何か書いてあるね。ああ、これを見た方がいいのか。あ8時14分だから、もっと早い、こっちがいいんだね。今日の8時14分ね。えビットコインが急落したステーブルコインのテーザーの裏付け資産950億円の不正利用が発覚。親会社 iFinEx 社が、 ニューヨーク州の司法長官から裁判所命令を受けたことが確認されたと。テザー発行親企業に裁判所命令でビットコイン価格急落と。ビットコインが急落した日本時間26日早朝6時だよね。61万円台で推していたビットコインは30分間の短期時間の相場急落で1時56万円まで下落。前日比で5%安を記録した仮想通貨業界でも長く懸念材料として存在していたテザー社が 裏付け資産を不正利用意していたことが裁判所命令の内容などから確認されたと、まあ、テザーはねもう <coughs> 1年前からはもう怪しい <laughs> って有名だったからねだからあんまり誰もびっくりしないよねこんなのね今回のビットコイン急落には明確な材料に反応したものであることが確認されているためその内容をお届けしますと米、えー、ニューヨーク州の何とか省庁官が大手取引所ビットフネニックスやテザー社の親会社 iFinex に対して裁判所命令を発令したことが本日発表された。今回の発表で、ステーブルコインのテザーの裏付け資産から8億5000万ドル、950億円相当の資金を不正に利用していたことが発覚した。影響は仮想通貨機市場全体に波及していると。司法長官の発表によると、テザー社や BitFinex の調査を行った結果、 億円相当に上る損失を隠すためにステーブルコイン USDT の担保金から資金を不正利用していたああ顧客資産と企業資金を混在させていたというとまた本日発令された裁判所名によりビットフィネクスとテザー社に対してテザーの裏付け資産の利用を直ちにやめるよう促すとともに以前ニューヨーク司法長官が発令した 商館上で求められていた資産の裏付けを保証する書類の提出を求めたなおテザー社は本件捜査に関連する書類や履歴などの証拠隠滅を禁止されている状況にあるようだと。省庁官は今回の裁判所命令の目的はビットミニックスと通常通り取引などの事業を継続できるようにするためで裏付け資産の不正利用をやめさせることが一番の目的だと説明していると。うーん 大体、為替だからね、為替だから、為替介入をしないと、まあ、テザーってさその、アメリカドルと連動することを売り文句にね、えー、上場してるコインでありますからあ、だからどういう持っててもね、テザー持ってても一緒だったら、ドルの半分ぐらいはテザーに変えてね、 でいろんな取引所に分散させておいた方が倒産リスクが減るということで億万長者からは、えー、支持されているわけですよ、このテザー、テザーっていう仮想通貨ね。うん、たださ、そうみんなが買うと高くなるし、売り抜けると安くなっちゃうから、あの必ずしもドルと連動しないわけですよ、それはそうだよね。で、ドルと連動するためには、高くなったら、<laughs> そのテザー社っていうまあテザーを発行したテザー社が、えー、市場にバラマークっていうかさその空売,り空売りを仕掛けて、えー、アメリカドルとね同じ金額しなくちゃいけないし、えー、テザーがね安くなったら、えー、自分自らのね、えー、会社でこのテザーのコインを買い,買い増しして。 えー、ドルと、ね、同じ値段にしなくちゃいけないわけですよ。だからにに日夜ですね、24時間体制で為替介入やってるわけだよね。<laughs> で、為替介入が許されてるのは、あれですよ、いわゆる世界中央銀行制度を運営しているあのロックフェアとかさ、フ,あのフリーメイソン系のね、中央銀行制度の中央銀行ですよ、日本だったら日銀ですよね。 が為替介入をやっててよくてあの日本政府はやっちゃいけないんですよね。為替介入は日本円というのは日本政府が発行したものじゃなくて、あくまでもロックフェラーとロスチャイルドが発行しているものですからね。特許権があるからね。そしてそれを管理し、その日本円を管理しているのはロックフェラーとロスチャイルドの子会社である日本株式会社日本銀行だよね。あれはそのなジャスダックに上場しててさ、51%以上の株式はもうロックフェラーと JP モルガンと JP モルガンとあとどこだっけな、はい、あの持ってますからね <laughs> それで為替介入やっててですねあくまでも中央銀行制度自体は為替介入やってそれの担保金証拠金がなくてもいいわけですよまあ、ただその担保金っていうのは日本政府に押し付けるわけですよね日本政府に対して 日本円の、ね、価値相当分を日本政府は用意しろとそして、えー、フリーメイソンたちがね、えー、日,本日本銀行券というですね、えー、お札を紙紙幣を紙だなティッシュみたいなのを発行するわけですよね、まあ、それであの世界の金融は保たれてるわけで世界の金融経済そして価値の保存そして、えー、人間がね働く意義 で生きるるがででで保たれれわけですよこれでねそれであのに全人類の霊的進化を促進するっていう働きがこの紙平制度中央銀行制度にあるわけなんだけどもそれをねやっぱりね仮想通貨でやっちゃダメだって <laughs> あのまあテザーはただの民間企業だしねその何兆円何十兆円何 K 円とかねまさ、あま、しくそのね 法定通貨を発行する権利、権限を持ってないわけですから、ね、いくらさ、この仮想通貨を発行する権限を持ってたとしても、あのた,だのただの電子データだからねで、電子データに法定通貨としての価値を裏付けさせるためには、やっぱりさ、中央銀行制度、法定通貨のルールにのっとらなくちゃいけないわけですよ。でそれを無理にやろうとしてたから、まあ、こういうね、 まあこういうことが出てきちゃったわけで、まあそれ無理だろうってみんな言ってたしね、別にやる必要ないじゃんって。法定通貨と連動させる必要ないじゃんって言ってたのみんながね。できるわけないじゃんって法。定法定通貨と違うあの次元の領域でね、全世界の民間、個人個人でね、 価値の移動をやろうということで仮想通貨市場を作ったのになんで法定通貨をここで持ち出してね連動させちゃうのって話だったよねだからこうなっちゃったわけでございましてビットコインもこうなっちゃうわけですよなんか上がろうとすると下がるわけねただ、まあ、このテザーの件についてはもう1年以上前から折り込み済みだからそんなに下がらないわけだよね、うん、でもう上がる見込みもあるから これは大丈夫です。まあ、上がります。もう、別に、もう80万、90万。はい。あの、ゴールデンウィーク明けには上がると思いますんで、大丈夫だと思います。あとね、えー、ドル円ですね。ドル円ですが、えー、っと、やはり月足ではペナントフラッグですね。で、ちょっとびっくりしたのが、これ見てほしいんですけど、 これ、突き足のピラントフラッグでしょ。もう少しでどっちか一方方向に行くから、ええー、まあ、20万。そうだな三30、十万ぐらいあると、そうだな一1000万から2000万ぐらい儲かるかな三30万円でね。で、300万あったら、1億か2億は儲かるね、これ。ずっとガチをしてればいいからね。5年に一度の大ビッグ、奴隷は大ビッグイベントが控えてます。これはね。 見てほしいんですけど、ここ。あの、<coughs> 月足のペナントフラッグのトレンドラインの上に着いたんですよね。昨日の朝ね。朝1時,1時半か。1時まで、昨日の朝1時、昨日か。昨日の朝1時まで、はい、YouTube ライブ、YouTube ライブじゃなくてライブやってて、えー、仮想通貨中野研究会やってたんですよね。みんなでね。 1一時になって寝たんですけど、1時半に爆裂しちゃって、上着いたんですよ、ここね。着いたから下なんですよ。で、ここまで行くんじゃないかなと思って。うん、ショートですね、これね。ショートで、どこも、今ちょっと上上がってますけど、押し目つけてね、下がるんじゃないかなと。ちょっと待ってね。もう一回、ここら辺ですね、今ね。279ピプス、280ピプスですね。 うんなんかガチ砲でもいいんじゃないかな、ショートガチ砲でもいいんじゃないかなと思いますけどね。うん、まあ、小さく見るとさ、上がったり下がったりしてるからね、怖くなっちゃう人もいると思うんだけど、大きな目線では、うーん、右肩上がると下がるよね、やっぱりね。うん、ここの、これだよね、突き足のピラントフラッグ、 トレンドラインをつきましたからね、ヒゲでね。だからやっぱり下がるんじゃないかなぁ。うーん、と思いますけどね。う旦ん、一旦下がるんじゃないですか、ここまで。うん、別に280ピフトぐらい下がったって大したことないもんね、別にねう。うーん。で、それでですね、まあ、 ゴールデンウィーク中は、その仮想通、日本の仮想通貨取引所も結構休みのとこ多いみたいですね。取引できるかどうかわかりませんが、取引はできるのかなただ問い合わせできないかもしれないですね。それで、まあ、大体の人は怖いから、あの、怖いからお金出してると思いますよ。現金貸してると思います。怖いから、大体お正月休みとかゴールデンウィーク休みのこう日本人がね、遊びに出かけちゃってて、 えー、チャートを見てないときにですね <coughs>、海外のヘッジファンとかドカーンって空売り仕掛けますから、だから特にビットコイン FX なんかっていうのは大きく値を下げるんじゃないかな。か買うとしたら、ゴールデンウィーク明けがいいかもしんないね。うん、日本人狩りをやるかもしんないですね。でももちろんドル円とかね、ポンドルとかポン円とか全部についてから、狩る、日本人狩りやる可能性あるよね、やっぱりね。 でだいたい海外旅行行っちゃったりさ、日本旅行でどっか北海道行ったりね、沖縄行ったりする人多いから、家族でね、10連休もあれば行くでしょ、どこへでも。だから、ちょっと、スキャルピングやるならいいけど、ちょっと連休中はあんまりガチ放しちゃだめだよね、やっぱりね、特にロングはまずいんじゃないですか、だいたい落とされるからね。ただお正月、今年のね、お正月休みは1月3日、えー、ショートで来ましたよね、フラッシュ、クラッシュつってね。 ひょっとしたらゴールデンウィークはロングで来るかもしれないね。ひょ,ひょっとしたら、えー、じゃあ今度ショート入れて,て出かけようじゃなくて、今度ね、このトレンドラインをブレイクして上に行くかもしれないね。うん、みんな下狙って、ショートして遊びに行くけどね。ドーンと行ってね、うん。上行くかもしれないね。だからこれ分かんないから、どっちでもね、儲かるようにあの仕掛けとけばいいんですよね。うん、あの チャートを、ね、追ったらですね、一生お金を追わなくちゃいけないから、うん、お金を追うかお金に追わ,追われるかどっちかにしないとダメですよ。で大体お金を追ってても、まあ蝶、蝶々追ってても捕まえられないでしょ。それと一緒でこのチャートを後から追いかけても捕まえられないですから。テクニカルチャートでね、テクニカル分析したところで、後から追ったところで追いかけられないですから、やっぱり先回りして罠を仕掛けておかないとダメですよ。魚。 土壌あのうなぎ釣るようにねそうすればうまくいくかなと思いますけどねうんま取、あ、る上行って落ちましたよねでまあレンジ組んでまた落ちるなら落ちるし上がるなら上がるんでしょうねこれねまあだからもうそういうね上行くのかな下行くのかなっていうねあのどっちか一択っていう時代は終わったからね はい、どっちでも儲かるようにしとかなきしとけば別に、うん、こと足りる話だからね。はい。ということで、えー、今日はその辺で <laughs> ちょっと早いね。ちょっと早いね。あとは、まあ、ソフトバンクの孫さんがビットコインで145億円を去年損していたと。まあ大したことないでしょ145億円ぐらいね。うん。あとは、はい。 まあ特にないかなと思いますけどね。兄弟卒も騙され、160万円が0円に。ソーシャルレンディング詐欺被害者の声と。ソーシャルレンディングってあれですか、仮想通貨貸し出すってやつですかね。うん、なんか僕のところにもちょっと相談来ましたけどね、これ。うん、ちょっと読んでみますか。はいはい。 大切に溜め込んだ資産をアコギな手法で奪い取る。騙しの手口は消滅する気配が生まれてないむしろ我々のライフスタイルの変化に合わせより巧妙に <laughs> 滑稽に進化しているのが現実だんその最新トレンドを探るべく詐欺悪徳商法の被害者加害者双方を徹底取材人間心理の隙間を巧みについてくる悪魔のスキームを紹介 え処方する紹介すると。うい文句と実態が乖離するソーシャルレンディングの闇。インターネットを通じて出資者と貸して仲介する金融サービスのソーシャルレンディング。まあ、レンディングって貸す。レントレン,レン,ト,レン,レントレントトレントでしょ。貸すって意味だよね。英語でね。利回りも高く、少額から投資できるため熱を入れる個人投資家も多いと。しかし最近では貸したお金が戻ってこないなど、投資被害も頻発。 次々と大手,業大手業者が提訴されている。京都大学卒の高山さんも火の粉を浴びた。被害者だ。1年前から始めたんですが、株のように売買する必要がなく、定期預金のようにお金を預けるだけなら小、小楽勝と思っていました。中でも AI トラストという業者は、公共性の高いファンドが多く、利回りも高い取締役にもと官僚が名を連れているので、すっかり信用を失してしまった。これまで高山さんは6つの案件に240万 ほど出資した最初に投資したのが利回り7.5%のマンション工事ファンド5ヶ月後に満額償還され立て続けに除染事業や高速道路工事のファンド計660分を投資しましたいずれも8から1 0という小利回りに引かれたのですがしかしこれらのは事業実態のない虚偽の募集であることが判明金融庁からは2度にわたる業務改善命令が下り3月には金融省 取引業の取引登録も取り消された現在は貸付先から同社への支払いが停止しているようで資金開始の目処は立っていませんうん現在高山さんは同社に対する集団訴訟に参加している最悪全額投資の損失も確保しています全投資額の損失も確保しています利回りの高さはリスクの高さ 高い勉強代だったと思うしかありません。高山さんの個別ツレンディングと。公共事業での燃料卸売って何ですかね大体いい公共事業に投資する必要ないじゃんね。投資できないでしょ、だって。国から金もらうんだから。うん。誤解を生じるような表示で、ああ、行政処分。IoT 実証実験ファンド。<laughs> 実証実験にお金投資してさ、あのー、 利益が上が,る上がるわけないじゃん。だって実証実験なのにさ。うん。虚偽の表示で、行政処分。除染事業ファンド。除染事業も国の事業だから、あの、こんなん投資先じゃん、投資できないよね。高速道路も、<laughs> あのよく考えなくてもわかりますよ、これ。高速道路は、あれでしょ首都高速道路、公団、公団の事業で国の事業だから、こんなとこに出資できないから。 ファンドなんかありえないでしょ。あ、とこれ全部さ、ちょっとこれ、いや、よく、よく見れば、実証実験ファンド、公共事業とか書いてあるから、普通に考えれば、こんなね、公共事業とか実証実験で売り上げが上がるわけないんだから、利益がないんだから、投資先、投資できるわけないし、投資がしたところで、利益が出るわけないから、 利回りななんかかか発生するわけないよねねっって分かっちゃうかも、ね、で裁判所も厳しいからこれは投資したあなたの,あの勉強不足ですからあなたの回収責任もあるかもしれないって言われてねあの敗訴するケースがあるんだよね、うん、あくまでも民事裁判だからね民事裁判については裁,裁判官はあんまり気にしうんあんまりねちょっと危ないねこれはね うん、名前からして嘘だって分かるよねって言われちゃうかもしんないんだよねうん分かんないけどねどういうそのまあしうん自宅まで誰かがねあの営業マンが行ってお金を取りに行ったのかそれともインターネットにね表示されてたものを自ら、えー、お,お金を送金した場合には返ってこない場合はあるよね、うん、誰かが取りに来た場合には、えー、それはあの IT IT とかね、投資に疎い人が騙されたってことで全額返金あるけど、みずからインターネットになんかな、ね、表示されてるインターネットのホームページになんかあ,あるものにく食いついてしまったのであればちょっと危ないかもしれないね。うん、過去のね、裁判判例でね。京都大学卒大手 IT 企業でマーケティングを担当、仮想通貨、投資ではコインチェックに相当に巻き込まれて、絶賛含み損存中と。うーん。 はい。ということと、あとは、うーん、特にないっすね。ないっていうかないですね。うん、まあ Yahoo ニュースですけど、ちょっとぼーっとしてる感じですよね。内容的には、うん、別にテザーの話もないしね。うん、テザー、まあこっちの方が早いよね。コインポストの方がね。 うん、しかもシビアな話が多いですよね。うん。まあ、はい。あとね、リップルがちょっと不安ないですね。リップル社の役員に SBI の北尾社長が就任したって。うん。だからリップル下げたんじゃないのこれ。だからリップル下げたんじゃないのって言っ怒られる、これ。リップル。 リップ、これ、こっちがリップですが、むちゃくちゃ下げてるからね、これ、北尾さんが役員になってから。え、嘘ですけど、32円70銭まで下げましたよ。ここを破っちゃったらちょっとまた20円台に入ってきちゃうね。うん、ここ,こ,ことここがね、うん、くっついてるけど、どうなるかですね、これ。 いやこれより下っていうのは1、2、3回しかないのかあ,あるか4回、5回8月と9月か8月と9月にあるのかいくら28円くらいかまた20円台突入ですねこれねリップル28円 <laughs> うーんきついなこれなんとか食い止まってほしいですねうん 厳しいですねビットコインビットコイン見ますけど、まあ、ただ、折り込み済みで上がってきてますよね。うん、まあ、ここら辺で買っちゃってる人はきついかもしれないね。60万円台で買ってる人はね。まあ、ただ、58万7000なんで大したことないかなと。まあ、ビットコイン FX は、ビットフライヤーがね、レバレッジを15倍から4倍に。 しますって言った途端にシステム障害でやっぱり15万円のままですって言ってましたからこれね62万円とかでねビットコインつかんじゃっててロングでで15倍でやっちゃってる人はえ例えば4万円を4あこれ最大いくら落ちたんだこれ3だから5万円落ちたのかそして15倍だったら最大レバレーちゃった75万の損失が一緒にしてたから ま証拠金足んなくて、ロスカットされた人いるかもしんないね。難しいですね。で、ドル円。まあ、ドル円はね、まあ、一応中野研究会を4時間足以下は見るなっていう話してますから、まあ、レンジですね。で、ちょっと下行ったかなと。下行ったかなと。で、まあ、戻したかなと。で、どうなるかですね、これからね。 戻しも鈍いですね、やっぱり。うん、鈍いですね。すごくこう、あの、橋みたいな感じだね。ビヨーンっつって。で、まあ、ストーンはどっちのかなさあ、ブリッジの出来上がりですね。うん。はい、ということでね。 はい、ルエンはちょっとどうなるかわかんないですね、これね。ただ、ここついてるんでね、月足のペナントフラッグでもう5年に一度の大儲けのチャンスですから、ぜひぜひ皆さんあの海外講座 XM のですね、リアル講座を作って、1万円入れると5万円まで2倍になるんでねで、最初3000円ボーナスついてるんで、1万入金すると2万3000円から始められるんですよ。十分ですよ。 まあ5万円入れたら 10, 10万3000になるからね。5万円までは倍になるからね。すごいね。5万円入れると10万円。あと最初に3000ついてるから10万3000。あの、ちゃんとね、ボーナスもらうように、ちょっとやり方間違うともらえなくなっちゃうから、気をつけないといけないんですけどね。10万3000もあったら、結構かけられるんで。ああ、そうか、100万。あ結構、結構儲かるんじゃないですか。あこういう、これは安倍政権、自民党、 自民党政権に変わったときですよね、民主党からね。2011年だよね、これね。はい、その時に、ここら辺、ここら辺、2011年、ここら辺でね、あれが起きたんですよ、東日本大震災が。それで自民党に変わって、ちょっと上がって、また下がっちゃったんですよね。で、どうしよう、どうしようって言ったとに、安倍さんがアベノミクスを発表した途端に、どーっと上がり始めたんですよね。でこれ、ガチをしてればいいのでね。 あここ前回高値上がったらあとガチョウでいいですからね。で、ここまで行ったんですよ。で、これが4792だから4800ピプスだよね。だから、そうだな。30万円あれば4800万になったんだよね。30万ね。三0万あれば4億8000万だったね。うん。だからこの半分でもさ、行くんじゃないですかね。これ半分でも、 トレンドが出ると思いますよ。半分はね。だから、30万あれば、2400万か。2400万になるね。300万あったら2億4000万になりますね、うん。だからすごい楽しみなんですよね。これ、世界中のヘッジファンドが。うん、大御所、まあ、ブラックロックとか、錬金機構とかは、こういう5年間の途中ではやらないですよ、こんな。よくわかんねえんだもん。どうせ戻ってきちゃうしね、こうやって。ずっとこうやってトレンドが出ないと、ずーっと。 何年も何年もこれね3年ぐらいねトレンド出ないとやらないですからこれ1本が1月ですから12345678910これで1年ですよね2年ぐらい出たかなでこれは行ったり来たりしてるだけなんででようやくブレイクするんで本当に5年に一度のビッグチャンスなんでね次これね今回逃しちゃったらまた5年後ですからあ途中で入ると 右往左往するんでね、悔しいですよ、うん。ここで入れば、あの、安全な形で、ロスカットされずにずっと持つことできるんだけどね。だからぜひ、あの、やる講座解説して、FX を。まあ、だから1万円でいいんじゃないですか。2万3000から始めればいいし。まあ、そうするとどうか。そうだな、途中で、増えたお金でまたね、追加していけばいいから、そうだな、200、まあ、500万ぐらいかな。 うん、最初、一、もまあ、元の、元金、一万円が五百万ぐらいになるかな。うん、わかんないけどね。五百万ぐらい。だから、五万入れると十万になるから、二千五百万ぐらいか。五万円入れるとね。まあ、五倍だもんね。はい。ということで、えー、今日も、ドル円、ドル円とですね、えー、仮想通貨についての、見通しを、 そうですねマーケット分析を行っていましたまたね、えー、時間を作ってですねやりたいと思います最近ねちょっと 4, 4, 4日連続でね個人コンサルティングをやったのとまたね明日以降もね結構仮想通貨と FX のねあのパソコンの設定とかね、えー、結構この個人コンサル依頼が結構入ってるんですよねで日本全国回る予定です早めにあのもしねパソコンの設定とかね FX やりたいとか 仮想通貨買いたいとかね、FX、XM とか MT4 の使い方教えてほしいとかね。FX については、あの土日はやってないのでね、平日、まあ、祝日でも大丈夫ですから、あのドル円相場やってますから、ドル円とか、為替相場やってますから、祝日でもね、あの土日はやってないからね、平日で依頼をお願いします。仮想通貨については土日もやってて、年中無休なんでね、いつでもいいんですよ。はい、それではこれで終わりにさせていただきます。千葉県松戸市より。 トム・クルーズがお失礼いたしました。失礼いたします。